ラルーレット・インザ・カジノ、フロム・モンティ、カルロ、セカンド・セリエ、ジョルジュ・グルサ、ペンネームは、セムなどは、フランスの漫画家である。19世紀末からのベルエポックの時代の世相を描いた絵を残した。ドルドーニュ県のペリグーに植民地用の商品を扱う、商人の長男に生まれた。母親も資産家の娘で、父親に大きな資産をもたらした。高校を出た後、 父親が心臓を悪くし、事業は、長男のグルサと共同経営者に譲られた。1884年に、父親が没すると、事業に興味のないグルサは、定期的な配当を受け取ることを条件に、共同経営者に事業を譲った。グルサは、生涯、金銭面での心配をする必要のない教遇となった。ベリグーで、小さな工房を作り、教師から絵を学び、 母親と暮らした。最初の漫画は地元の小雑誌に掲載され、画集を自費出版した。人気のあった風刺画家のノエのペンネーム、カームに似せたペンネームのセムやイニシャルの GG や本名を作品に署名した。1889年に地域の中心都市、ボルドーに出て地方新聞、ラプティー・ギロンデとラ・ギロンデの差し絵画家となった。 1890年1月には、街のいろいろな人々の姿を描いた画集を出版し、地元でよく売れることになった。何冊かボルドーで画集を出版し、地元では知られることになった。この時期ロンドンに旅したともされる。理由は知られていないが、グルサはマルセイユに移り住み、1898年から1900年まで過ごした。この時期多くの画家が風景を描くために、 南フランスに集まっていた。グルサは、もっぱら、有名な人物の似顔絵を描くために、競馬場や劇場、サロンを訪れた。短期間に2冊の画集などを出版し、総計100以上の似顔絵を描いた。何度もスケッチを繰り返し、スタイルが確立された。描かれた人物が起こったことから、血統騒ぎを起こしたのが理由ともされるが、パリの作家、 ジャーナリストのローランに才能を認められてパリに招かれ、1900年3月にマルセイユを離れた。1900年の3月、万国博覧会が開会する少し前にパリに移った。当時パリの有名な風刺画家にはジャンルイ・ホランやアーベル・フェーブルがいたが、主に政治的なテーマを題材にしていた。ガルサは主に競馬場で、 トゥーパリと呼ばれた流行に敏感な上流階級の人々を描くのに費やし、3ヶ月後に画集、レターフを次期出版し商業的にも成功し、パリで有名になった。第一次世界大戦が始まるまでの14年間、毎年画集を出版した。グルサは政治風刺漫画や時事問題を書こうとすることなく、ブルガリア王、フェルディナンド一世やイギリス国王、 エドワード7世も描かれたが、それは、トゥーパリに属する人物として出会った。富豪のアルフォンス・ドロチルドや、実業家のアンドレ・シュトロエン、俳優や、作家や有名なショーフらが、劇場やブローニュの森やオペラ座、高級レストランなどで描かれた。画集の他に、雑誌や、新聞の挿絵を描き、劇場のポスターを描いて、収入を得た。1904年に、芸術家として、 異例の速さで、レジオンドヌール勲章を受訓した。1909年に、ポスター画家のオーギストル・ービルと展覧会を開いた。ガルサは、旧式な女性のファッションを風刺することで、ファッション評論家としても扱われた。第一次世界大戦が始まると、50歳を超えていたが、従軍画家として前線に赴いた。戦場の姿を描いた、絵画10点は1917年にウンピーキン。 シュールルフロントとして出版され、1923年にも、多くの絵画が、ラロンドデニュイとして出版された。戦争祭の募集のポスターも描いた。1923年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ジェリジェンティ・リッチ、ベン・アオホゼルトン、ハット・セムア・アサーダム・ダイビュー・カーホン・フレインドン、イルシュトリト、ありがとうございます。